FIA ヨーロッパヒルクライム選手権は毎年国際自動車連盟が主催するヒルクライムの年間シリーズ戦である。略称としてフランス語では県、英語では HC も公式に用いられる。1930年にヨーロッパヒルクライム選手権として始まった最古の自動車スポーツ国際選手権である。競技コースの技術的企画、組み入れられている競技会の数。 各競技会の歴史の深さなどから、ヒルクライムの年間シリーズ商点では、優先順位最高に位置づけられている。FIA の主催により、毎年4月から9月にかけて、欧州各地の著名なヒルクライムを、12大会を上限に選出して行われる。各競技会で選手が獲得した順位点の合計で、乗用車部門と競技用車部門それぞれの年間総合順位を決する。 競技用車部門には、シルエットタイプカー、スポーツカー、短座席レーシングカーが参加し、サーキットロードレースでは競合しないこれら、車両類型が直接競合する。スポーツ部門初代チャンピオンの R、カラツヨラレーシング部門初代チャンピオンの H 主徳、自動車を用いたスポーツは、自動車黎明期からすでに始まっており、中でもヒルクライムは、欧州で、最も関心の高い種目であった。 1920年代には、ラリーやグランプリロードレースを押して、競技会のほとんどがヒルクライムという状況であり、これを受けて1930年に、国際認定自動車クラブ協会は著名なヒルクライムを10大会選出して、シリーズ戦を組み、自らの主催でヨーロッパ選手権をかけて開始した。当時、エックアの国際スポーツ法典不足 C 港における、 自動車スポーツの車両分類は単座席のレーシング部門と2座席以上で10日類とフェンダーを備えたスポーツ部門しかないため商店もこの2部門が対象であった。両部門とも参加にあたり多くの製造者が直接関与したため選手権はワークス対決の最前線となった。しかし主催するには多額の費用が問題であり。 それゆえに1931年は12戦での実施を目論んだが、実際は8戦となった。1932年はさらに減り5戦となり、1933年は4戦を、消化した時点でシリーズを打ち切り、タイトル授与も行わず、シーズンは終了し、翌年以降は取りやめとなった。第二次世界大戦が終わり、欧州自動車製造者が疲弊している中、 再開した欧州各地のヒルクライムは戦後、急増している多くの個人競技者で占められていた。この状況のもと全ドイツ自動車クラブの主導と働きかけにより、エックアの後継組織である FIA が1957年から年間6000で復活させた。そして1959年は、米国のパイクスピーク国際ヒルクライムもシリーズに加えられた。ただし、 欧州と米国のどちらの選手も海を渡って遠征し合うことはなく、この試みは失敗した。この時までの車両部門はスポーツカーのみであったが、さらなるプライベーターの参加を促すべく1960年からグランドツーリングカーが加えられた。復活とともに、戦前とは異なる顔ぶれではあるが、製造者も戻り始め、再びワークス対決の様相を呈してきた。 そして毎年5戦から7戦で行われていたヨーロッパヒルクライム選手権は1963年からそのうちの4戦がグランドツーリング製造者世界選手権の一部を兼ねる交流戦となりそれまでのヒルクライムには馴染みのない車種も出場するようになったその後製造者国際選手権の対象車種の変遷に伴い1966年からは1戦のみ 兼ねるようになり、1967年をもって、交流戦は終了した。スタートを待つ、カテゴリー1車両を1967年以降、量産車とツーリングカーを交えて、部門の追加、廃止、復活がたびたび行われ、1972年から、スポーツカートに座席レーシングカーを統合した、レーシングカー部門を含めて3部門から4部門で行われるようになる。 しかし70年代に入るとワークスは撤退していき、参加もプライベーターで占められていった。スポーツカーの様相も大きく変わり、1982年に導入された新世代のグループ C はヒルクライムに向かないため、前年いっぱいで廃止されたに座席レーシングカーをグループ6として当面の出走を認めることとなった。1985年からは部門が 大幅に整理され乗用車のカテゴリー1と競技用車のカテゴリー2の2部門となっている。競技会の数は70年代から全増して1979年には年間12戦、1980年には一気に15戦まで増えるが、1983年以降は、おおむね11戦から12戦で推移している。初回開催年コース全長平均購買率、これらから、 毎年度12大会を上限に選出されている。2020年度よりぼちかすヒルクライムがこれらに加わる予定。以下の基準に適合したコースで実施されている大会がシリーズに選出される。シリーズを構成する各競技会はヒルクライムの競技方式にのっとって実施される。掲示には最低でも1、100秒を計測できる計測器が用いられる。 フィニッシュラインはその先の金傍に駐車場などの車両集積に適した広場があるように設定され、その広場はパルクフェルメに利用される。またパルクフェルメはコース途上の金傍にも数箇所設けられる。選手1名が競技として走行する距離は最小1万メートルであり、全長がそれに満たないコースでは2ヒートないし3ヒートが番組され2ヒートの合計時間が 決勝成績とされる。諸事情からコース全長が規定最小の5000メートルを確保できない場合は最大3ヒートを番組して1万メートルを満たすようにされる。1万メートルを確保できない場合は年間得点の対象外となる。また、全長が1万メートル以上のコースでも最大2ヒートを番組できる。競技走行前に行われる練習走行も 成績の予備として掲示されており、不足事態などにより、決勝番組が消化できない場合に、全選手の決勝成績として取り扱われる。乗用車を対象としたカテゴリー1と、競技用車を対象としたカテゴリー2に大分類され、それぞれさらに車両類型別の数グループに中分類、エンジン排気量の高による数クラスに小分類されている。クラスは1.6リットル以下。 1.6L 超から 2.0L 以下、2.0L 超から 3.0L 以下、3.0L 超の4クラスであり、最低重量は国際モータースポーツ競技規則不足税項の規定が適用される。選手は FIA 国際ドライバーライセンスのグレード A、B、C、D、R 取得者でなければならず、さらにグループ別に制限が設けられている。 すべてのグループは共通して4クラスがすべて適用されている。2020年度より累計別グループ分類と排気量別クラス分類は廃止され専用カリキュレーターで算出されるパフォーマンスファクターにより5グループ9クラスとなりシルエットタイプカーが加わる予定である。2020年度よりグループ CN とグループ ENSC が統合されグループ CNENSC となり シルエットタイプカーが外れて2グループとなる予定である。チャンピオンズカップ焦点は生産者のカテゴリー1と競技用者のカテゴリー2に分けられている。参加選手の年間成績を得点化し、その高で順位が決定され、第1位のものが FIA ヨーロッパヒルクライムチャンピオンとなる。製造者を対象とする焦点はない。各カテゴリーは1大会で、 グループ別に1位から10位までの選手へ25点から1点を分配する。ただし同一グループ内に出場選手が2名以下の場合は、得点は規定の1、2となる。シーズンは前半と後半に2等分され、大会数が奇数の場合は、前半を1大会多くされる。選手の年間合計得点は前半と後半で、それぞれ不出場を含め最も低い得点の1。 大会分が差し引かれて集計される。各グループ別に競い合われた結果の合計得点の高で決まるため車両類型の性能差は順位に関係しない。同点車が複数の場合はシーズンを通してより高い順位の高を優劣の決定要素とする。それでも優劣がつかない場合は同意となる。二0 1九年から各カテゴリーで FIA ヨーロッパヒルクライム。 チャンピオンが属していないグループの最も好意の選手には副賞点の FIA ヒルクライムトロフィーが授与されている。ッコ書きは所属グループ。ありがとうございます。